おはようございます。本日のブルグチャレンジはちょっとね、外からですね、ある部屋を借りてそこでお話してます。で、ね、今日のブルグチャレンジは何かっていうと、まあ、グッズレビューです。で、今ね、僕は旅人としていろんなところを旅でね、ぐるぐる回ってるんですけど、まあ、今回はその旅グッズの一つですね、こうネックピローっていうものについて、僕が思うところをね、まとめて話をしていきたいなと思います。僕自身今ね、自宅がない状態でですね、まあいろんな人の家を歩き回ったりとかですね、そしてカプセルホテルに行ったりだとかですね、まあ公共の場所で寝たりだとか、そういうふうな感じでね、本格的にホームレスをやってるわけなんですけども、まあそんな感じで今定住先を探しています。まあ、なんでね、なかなか深く眠るっていうことが難しい状態なんですけども、まあです。でね、まあこの移動っていうのにやっぱり一番使うのが高速バスだったり、あとは高速バスですね。高速バスなんですよね。で、高速バスっていうのはそのなんでいいかっていうと、東京からね、神戸まで1600円だったり、すごく安い値段で眠ることができる、そんな感じなんですよね。まあそんな感じなんで、そういうふうなものを利用するので、そういうふうな移動中とかにも深く眠るスキルとか、できるだけそこで疲労を回復することがすごい大事になってきています。まあ、今は本当にね、とにかく疲れすぎて寝落ちするまで起きておくっていう、そういうふうなね、原始的な技を使ってるんですけども、まあこれもね、本当いつまで続くのかって少しね、不安になっております。だからこそね、乗り物の中とか、ね、ベンチなどで眠りの質を上げることがすごく重要だなと思っていて、まあ、そのためにね、このネックピローっていうものについて調べてみました。まあ、このアイテムね、いろいろ調べたんですけど、まあ、高速バスのね、ドライブインで売ってたりだとか、で、今ね、ネットがあまりつながらないので、アマゾンとかでもちょっとちらっと見たんですけど、やっぱり量がありすぎてわからないんですよね。で、そのね、量がある中でですね、ですごい高速バスを利用してるある僕の友人の旅の達人の人に、ネックピローどんなのがいいですかっていう話を昔したことを思い出していて、で、その人が言ってたのは、こう自分の部屋の匂いがついたタオルをこうここにつけて、で、ネックピローで寝るといいよって教えられたんですよね。まあ、かなりなるほどって思ったんですけど、人間っていうのは自分の匂いがついている布とかを顔の近くに置いておくと、こう安心感を感じるそうなんですね。なんで、眠りが深くなるってことなんですけど、そう。まあ、僕自身ね、実際その自分の匂いが染み込んだタオルっていうのを顔にかけて寝たことっていうのがないんで、まだわかんないんですけど、まあそういう要素もあるのかなって思ってます。で、書いてほしいんですけども、5つの器官で、僕たちには5つのこの感覚を司る器官っていうのがあります。それ何かっていうと、視覚、聴覚、嗅覚、触覚、味覚ですね。この5つの感覚器官っていうのが、僕たちには備わっています。で、僕たちっていうのはね、これら5つの器官を使って外界を、認識するって言われていて、まあそして、人により、まあ、それぞれ強い器官、強い感覚っていうのがあるっていうね、話があるんですよね。で、このやり方、ネックピローのところにね、こうタオルを置いて、自分の部屋の匂いがついてるタオルを置いてやるっていうのを教えてくれた人は、こう嗅覚が強いタイプの人で、で、僕自身は聴覚タイプなので、こう音とか、声とかにね、結構反応してしまう。だから結構こういう場所でもあんまり大きい声出したくないなとかですね、こう声が響くなとかっていうのが分かるタイプなんですけど、だからこのね、まあ今の課題でいう、この良い質睡眠をとるっていうところで言うと、例えばどんなイメージ、頭の中でどういう映像を思い浮かべて寝ればいいか、まあ、これが視覚ですよね。で、あとどんな音を聞きながら寝ればいいか、まあ、これクラシックとか言われてますよね。そんな感じの音、触覚ですよね。まあ、実際に前にもね、耳栓っていうのを紹介したこともあると思うんですけども、やっぱり音っていうのを変えることでかなり変わってくる。で、どんな温度、肌触りで寝ればいいか、これは触覚ですよね。シーツの質だとか、あとやっぱり室温と気温っていうのは相当大事ですよね。そう、まあでもね、室温と気温は結構、まあバスの場合は結構涼しいですけどね。はい。で、どんな匂いで寝ればいいか、これが、まあ、嗅覚ですよね。匂いですよね。どんな味で寝ればいいか、そう、僕たちって結構口の中に独特の味っていうのがあるんですよね。だからなんか寝る前にこうアロマオイルで食べれるアロマオイルとかを一つ垂らすとか、なんかそういうふうなね、味っていうのもあったりします。で、実は、まあ、嗅覚っていうのは味覚の延長線上だよとか、聴覚っていうのは触覚の延長線上だよとか、まあ、いろんなね、話があるんですけど、まあ、その5つの視点っていうので考えていけば、まあ、あなたのね、こう生活の質っていうのを良くするいろんなアイデアが出そうだなって考えたんですよね。
これ実際にね、人に影響を与える教育コンテンツっていうのを作るときも、この5つの機関っていうのがすごく重要な役割を果たすんですよね。っていうのも、こう視覚で記憶するタイプ、こう絵で見て映像で記憶するタイプっていうのと、聴覚で記憶するタイプ、これ僕なんですけど、聴覚で記憶するタイプっていう人と、触覚で記憶するっていうタイプですよね。だから嗅覚で記憶するっていう人だったり、味覚で記憶する人っていうね、このさまざまなタイプがいるんですよね。でこの五感のタイプ、五感のどれが強いかっていうのを、あなたがね、お客さんのその特性をですね、理解してあげることによって、そしてね、そのタイプに合った教育をしてあげることで目覚ましい学習効果が得られる。だからあなたが例えば本一冊をね、読むのに1時間かかるとしたら、その1時間の内容を15分でね、ゲットすることとかもできるかもしれないし、いろんなね、だから例えばマスターするのに10年かかるものをたった1年でね、マスターすることもできるようになるかもしれない。じゃあその9年分寿命が伸びるっていうことですよね。そんな感じなんですよね。だからこの加速学習、学習テクノロジーっていうのはすごい大事。まあそんなね、学習と教育のテクノロジーについて詳しく知りたいっていう人は、ぜひ X ブッダ次世代の教育者っていうね、プログラムに参加してみたらいいと思います。まあ、ってことでね、ネックピローから今日は五感の話に飛んでしまったんですけど、とりあえず、まあ、今ね、まあ、手軽にできることは、自分の匂いのするタオルとですね、まあ、眠りやすいイメージっていうのを何か想像する。何がいいかなと思うんですけど、これもなんか考えてみます。でそれから眠りやすい音を仕入れる、まあ、これはね、クラシックの音源を僕いくつか持ってるので、それを使って聞きながら寝てみようかなって思います。まあそうやってね、こう高速バスとか全然関係ないね、カプセルホテルとかでもしっかりと寝ることができて、疲労を回復できるように努めていきたいなって、そんな風に思います。今日はちょっと短いですけども、こんな感じで終わりたいと思います。それじゃあまた会いましょう。バイチャー。